コール、はい、行きましょう。せーの、道玄坂カフェ2015日本酒オフ会2月の会2本目。おお、ギリギリ。おお、辛口です。あ、辛口。はい、はい、あ、これもラベルがかっこいい。うん、かっこいい、ね、これあんまり入れるとやばいかも、ね、強め強め。曲実、はい、曲実、はい、純米辛口だって。もう純米辛口だもんね。なるほど。ちなみにこれあれで近江の酒だ。近江、うん、旧国名だ。あんまり入れるとやばい。あ、でも、あ、本当？じゃあちょっとダメだった。いきそうだったらおかわりする流れでいきましょう。じゃあ、え、またそう、それいいですか。あ、誰か、何、何、パイナップル。ありがとうございます。ありがとうございます。目線さん、目線さん、あ、じゃあ次ますよ。目線、ありがとうございます。目線さんも、あかん、もう、もう今あかん感じ。ついうっかり、ついうっかり呼びそうになっちゃった。じゃあちょっと仕掛けに行きますね。はい、じゃあ美穂ちゃんも来ます。あ、辛い味、辛い匂いする後で味じゃないや、はい、じゃあ一応ね、みんな気をつけてちょっとずつってことで、はい、よいしょ、これ置く場所がないね。ないね、ないね。こっちも行っちゃう、ね、あ、でもここ大丈夫ですよ、多分、うん、そう、匂いの方ね、はい、匂いが辛い。じゃあ、いただきます。はい、はい、はい、いただきます。いただきます。本当だ、なんかやばそう。キリッとしてます、匂いがもう、うん、うん。あ、でも好きかも。あ、辛っ。辛口、うん、これはこれは来るね、うん、これ来るね。あ、でも何度、いいですね、これは。これはね、よいしょ、度数的には、うん、18度。あ、ほんと18度だ。これは、曲絞りたて曲実、うん、これはね、うん、これはね、うんこれは滋賀県、うん、滋賀県産環境こだわり農法のしっかりした辛口、飲み応えのある冬の醍醐味、絞りたて純米辛口、純米生原酒らしい。なんかね、ここの酒造さんも藤井酒造さん、藤井本家って書いてある。あ、藤井本家って書いてあります、うん、ね、なんか酒造さん自体が結構がっつり系が多いのかな。あ、そう、だってね、ここすごい古いっぽいよ。あのね、やっぱりその近江の古都、あの、うん、湖に詳しいって書いてある古都っていう地域があるんだけど、うん、そこのね、酒造さんで、うん、あ、やばい、これね、しっかり辛口で飲み応えがある冬の醍醐味で、うん、飲みすぎに注意って書いてある。飲みすぎ注意らしい。やばいよ、失敗談多数ありって、もうサイトに書いてある。サイトに書いてあるって結構やばいじゃないですか、ね、親切、ねね、そんなこと書いたら売れなくなる。ねえ、本当だよね。そう、しかもなんかね、数量限定だって、これ、珍しいよ。結構ここなんかそういうの出してくれますね。なんか限定品とか結構ね、出るんですよ、うん。毎回なんかありますよね。なんか調べてみたら、うん、めったに手に入らないみたいなやつとか。なんなんでしょうね。何者なんでしょうね。あ、ありがたい。ありがたいものいっぱい飲ませていただいて。いや、でも確かにこれもうラベルからちょっとね、いかつさありますもんね。そう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 、ここが、ここの部分がなんか強そう。これがついてるの強そう。そう、ね、やっぱりなんかね、江戸時代から、うん、あのね、酒造りやってる。あ、じゃあすごいですね、老舗ですね。したら、あと新滑祭って、あのほら、お米が取れた時に神社に奉納するやつ。日本酒でやった。あ、本当？日本酒でやった。日本酒でやった。あのね、11月23日って、うん、あの勤労感謝の日、うん、じゃん。あれって本当はね、もともと新滑祭の日なの。へ、お米が取れて最初に神様にあのお米を奉納して、そこからみんなで新米食うぜっていう日が本当は11月23日なんだけど、まあほら、あの日本の憲法とかなんかで、まああんまり、うん、なんだろうな、宗教職って言ったら変だけど、うん、そういうのじゃない風にあのお休みの名前を変えていきましょうみたいな流れがいっぱいあって、それで今勤労感謝の日になってる。めっちゃ白式ですよね。なんか本当前回から思ってたんですけど、何を出しても情報が出てくるっていう。すごい。でもね、全然こう知らないところですごい超黙ってるから。想像できない。本当になんかもうめっちゃ頼りになりますね、うん、この場において、この場において本当に頼りになる、うん、やばい、なんかね、書いてあること言うんだ。なるほどね。だってそう、だからね、うん、老舗さんだね、やっぱここ、うん、強いっすね、やっぱガッツリ強い。なんかもうポートしてきた、うん、
でもなんかこういうなんか何かつまみを食べながらじわじわ飲みたい感じしますね、うんうん、でもこれ逆に強いっていうのが最初に分かるから、うんうん、飲むの控えるかも、うん、気をつけて、うんうん、なんか一本目の時ってほら、うんうん、ってこういっちゃいそうだけど、うんうんうん、これはね、あ、私ちょっとそろそろ控えとこうかなみたいな感じのちょっと気持ちにも、うん、なんかなる気がする。でもなんかこうゆっくりなんかじわじわ飲みたい時はやっぱこういうやつが良くないですか、ね、おすすめがね、ヒアとロックだって。へやっぱりじっく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 り、なんかこうこたつとかでお父さんと語り合う時とかに飲みたい夜通し夜通しお父さんと語り合う時とかにこうなんかこうシンプルなおつまみとこれだけこたつの上にコンって出してなんかこう11時半ぐらいからお父さんと待って、なんかお正月に何かあった大丈夫大丈夫いいな、こうラジオとかだけつけてなんか謎の音楽とか聴きながらじわじわ2時3時とかまで飲んで、うん、なんかそのまま眠りたい、うん、こたつでこうっていうタイプのお酒、うんうん、なんか友達と飲むとかじゃなくてこう、うん、なんかこう久しぶりに会った親戚のおじさんとかなんか上の人とかとゆっくりこう近況を喋りながら飲みたいお酒、うんうん、確かにそういう感じかも、うん、なんかね大人って感じが、大人って感じ、確かにおじさんとか好きそう、ね、ちょっとやっぱお、なんか若い女の子とかはちょっと緊張しちゃおうかもしれないっていう、うん、でも割と好きですよこれ。あ、これさ、うん、何今日の箸袋おみくじがついてるの。本当だ、開運おみくじ。え、どこどこ、これみんなでやってみよう。これ数字がついてて、この箸袋のここのところに、うん、でね、どうやら裏が阿弥陀になってるっぽい。ちょっと光見つけて見えちゃってるから見ないようにしてもらうけど、ということで端からねおみくじやっていこうかな。やっていこうか。じゃあ的にどうですか。オッケーです。じゃあ待って。じゃあそうやるから端からじゃあ。うん。いきます。はい。待って、これ番号選べばいいんだよね。番号選んで。じゃあ私が選んだ、どうしようかな。じゃあ一。はい。これみんなバラバラなんだよね。え、これ開いていいの？多分開いて確かめる系だと思います。うん、その間に様子を見たらこう。うん。ね、ちょっと待って、これ阿弥陀なんだ、うん、ちょっと待って、じゃあ、ちょっとじゃあ一緒に見てもらって、はい、いえいえ、とりあえず開き、うん、下を隠し、うん、1番で、うん、あれこれどっち、うん、まっすぐ、あ、まっすぐかで、斜めに降りて、こう行って、こう行って、こう、これもまっすぐ、まっすぐ、でんてんてん、大吉、おめでとう、大吉、いいなー、大吉だ、幸先がいい。なんかね、下にまたなんか文章が書いてあって、うん、告白チャンス、おー、素直に思いを、マジで、もうやるしか、やるしかない、あらら、誰に行きますか、うん、私今一人しかいなくてさ、多分これをね、こう知ってて見てる人はね、はいはい、なんかなりそうな気が、歴史上の人物、あ、ごめん、違った、あ、リアル、あ、待って、あのリアルの方、オッケー、じゃあちょっとそれは待って、あれ、とりあえず歴史上の人物は、うん、伊達政宗公が、うん、以外、うん、もうなんかね、もう空気のように私好きなんで、うんうん、好きとか嫌いとかじゃない、ないのね、もう、伊達政宗公がもう皆さんの後ろにこうスタンドみたいにこういるみたいな、すごい、伊達政宗公をつける、ここ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 みたいな感じですごい、多分ここにいるみたいな状態なんで、うん、私またちょっとオタクっぽい話していいですか。どうぞ。何何何何。さっきちょっとね、うん、進撃の巨人っていう漫画がありまして、うんうんうん、ありますね。リヴァイ兵長という人がすごい、うんうんうん、ツンデレツンデレツンドラぐらいの。そうそう、ツンドラぐらいの。ツンドラぐらいの。の人が好きなんで、ちょっとじゃあその人に告白しようと思います。そっち？行きます？カメラに。いやいいね。お願いします。お願いします。じゃあ、みゆきちゃんの告白まで3、2、1大好きです。待って、待って、ちょっと待って、マジで、今何顔は、これ何、この回なんですか、赤いの、赤いの、見えないか、噂になってる多分ね、すごい、私生あったかい顔になっちゃった生あったかい、じゃあ、いきますか、はい、お願いします。じゃあ、3番で、はい、はい、どうだ、これ綺麗に開けれるかどうかですよね。そうだね、そうだよね、ビリって途中で、私もよく開いたよこれ。じゃあ3番いきます。はい、はい、あ、これも全然違うんだね。
へー、凝ってますね、結構ね。あ、中吉、中吉、部屋の掃除をしてすっきりしよう。なんか具体的、具体的、リアルなんか。え、なんか心当たり的なものありますね。あるんだ、あるんだ、あるんだ。しわくちゃ、しわくちゃ。そう、でもあのほら、部屋、あの部屋とか、あの玄関とか綺麗なところに、なんかほら、幸運が来るとか、そういうのがね。そう、じゃあ、でも帰ったら速攻、するするする。なるほど。やばい、私帰ったらちょうどすぐ寝そうだもんな。私も今日すぐ寝そう。寝る、絶対寝る。あ、かもちゃん行く？行きます？いやね、私も3がいいんです。お、じゃあ3で。3人気。 3ね、3月生まれだから。あ、やっぱ 3気になっちゃいますね。よし、行くぞ。よいしょ、3番。あ、やばい、ちぎれた。やばきた、ここで、やばきた、ここで破る人がいた、ここで破る人がいた。3、ここまで行くってことだよね。うん、中吉、うん、家事を手伝うとご褒美があるかも。おっと、何そんな急に子供っぽい。確かに、お母さんのお皿洗いの手伝いをしましょうって。これ主婦が引いたらどうすんねんって感じ。ちょっとじゃあ家事、なんか家事頑張って。でもなんかしたら似たような感じですよね。私もそうだね、お部屋の掃除とかして。でもお金がもらえる、ご褒美がもらえる。お金、お金もらえる。お金じゃないかもしれない。ご褒美のお金なんだあいつ。あ、ここんち、みんな来ました。お金もらえるぞ。なんかあのご褒美はお金らしいよ。こいつ、こいつお金だ。こいつお金で動いてる。お金で動いてるぞ。待って、でも私も、そう、私も欲しい。欲しいな。ね、重要だよね。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 私ケーキとかでいいな。私ケーキとかでいいな。今なんかすごい白菜の漬物バリバリ食ってる。やめてください。このイメージの方があれだから。ケーキでお願いします。ケーキで、ケーキで。じゃあ最後さちこさん行きましょうか。じゃあ私1位で行きます。さちこって言ったでしょ。目線女子だよ、目線女子だよ。目線さん、目線、目線さん一番で行きます。友達の名前言っちゃいましたね。あ、そうだね。ちょっと似てたもんで。そうだね。ちょっと私の知ってる知り合いに似てて。そうそう。またまず仲がいいから雰囲気が似ちゃうんだよね。やっぱそうなんでしょうね。どうしてもね。うっかり見えない。見えないから。まっすぐか。まっすぐですね。多分ね。ラッキー、やばい、やばい、やばい。突然のお小遣いでラッキーデーに。これだ。これだ。これで締める。これだ。誰にもらえばいいの？目線さん、誰にもらえばいいの？時田さん、時田さんくれるかな。なんか突然お小遣いがもらえるらしい。ラッキーデーらしいです今日。今すごい超スルーした。見えない、見え、スルーしたことが見えない。見えない、見えない。結局じゃあお金に始まり、お金に終わるってことだな。そうですね、そうだね。結構投資で割とお金感がありましたね。お金は大事だよっていうことだよね。なんだろう、それアフラックみたいな。違う、アフラックじゃない。なんだっけ、なんかみたいになってる。よく考えよう。なんだっけ。はい、じゃあそろそろ交換行きますよ。うん、これ難しいな。難しい、うん、ね。指5本で答えてください。いっせーのせ。お、お、お、分かれたね。その心は今度こっちか。はい。私、味好き。ただ辛い。うん、でも味結構、これで辛くなかったら5だなと思って4です。うん、はい。私、結構そもそも辛口好きだから、なんかこういうガツン系は好き。だけど、その、さっきも言ったけど、お父さんと飲みたい。ああ、そっかそっかそっか。我々じゃ不満なんだな。違うんです。我々は不満なんだな。違うんです。違うんです。あの飲み会とかだと酔っちゃうから。酔っちゃうから。そうそうそう。その量、なんかこう量飲んで、ふいっていう感じじゃない。なんか大人な雰囲気かなって思って、4。うん、私逆に辛口があんまり好きじゃないので、うん、多分今までの中で一番辛くって、喉が結構。燃えそうな感じだったので、ちょっとまだ2かなって。なるほど、思いました。はい、はい、私ちょっともう3だったんですけど、あのね、ちょっとまあ飲みやすい飲みにくいで言ったら、これ結構本当にそのさっきも出てたけど、大人のお酒っぽい感じで、もうね、やっぱりシチュエーション、私焼き鳥と一緒に、まあ、エロいこと言いました。なんで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 塩で食べながら、いいね、いいね、ちょっとね、今私ね、ポテ
チ、うん、ポテチを食べながら飲んじゃったんで、うんうんうん、やっぱちょっとシチュエーションと合わせに、そうそうそうかなっていうので、うん、まあ今回は、なるほど、なるほど、はい、はい、美味しかったです。美味しい。とりあえずここから告知を始めるとちょうどいい時間じゃないですか。おい、マジか。おお。これ何日？これ来週ぐらいだから5日後だから、ね、ちょっとじゃあ私ちょっとちょいちょい自慢していいかな。お、はい、なんかね、自慢っていうかよろしくお願いしますって感じなんですけど、はい、ね、この間三国志フェスっていうデータイベントがこうありまして、うん、そちらでですね司会をやってきたんですよ、うん、なんかね、このカンフクっていう見えないかこのカンフクっていう、そうそうそう、かわいいもうね、カンの時代の服を、うん、現代風アレンジで、ね、今普通になんかね2000中国で2000円ぐらいで買えるんだけど、それを着て三国志フェスの司会をやったんですよ、うんうんうん、でそれせっかく着るんだからじゃあちょっとプチ写真集出すみたいな感じで、すごーい、ちょっとすごい、すごい、見たい、見たい、見たい、これはですね、まあ当日、三国志フェスの会場でも販売してたんですけども、うんうん、ちょっとお問い合わせが結構多かったので、通信販売でも、販売をさせていただくことになりました。はい、今ですね、そのページの方を準備しておりまして、来週の頭にはですね、うん、来週は違う、これ、いつだ、もう多分、もうページできてる、うん、通信販売でですね、買うこともできますので、うん、もしよろしければ、磯部みゆきで検索していただくと、このページが出ますので、うん、ぜひ、よろしくお願いいたします。すごい。はい。はい、じゃあ、はいはい、2月の15日、日曜日に東京都美術館にて東京ビジュアルアーツ映像展があって、そこの一番最初の映画として上映されるみぞおとという映画にヒロインとして出ています。お、12時40分から放送です、あ、上映です、よろしくお願いします。はい、はい、私も同じ日なんですけど2月15日に、中野のアライアクススペシャルカラーズさんというライブ会場の方で、公演の方をやらせていただきます。演劇の公演ですね。役者2人でやります。14時からと18時からで、結構ね、なんかちょっとギャグテイストの短編をいくつかちょろちょろってあるので、お気軽に見に来てください。あとですね、もう一個ちょっと遠いんですけど、3月の21日、22日にですね、こちら高田馬場プロトシアターという劇場でですね、私が主催しております劇団の方の本公演させていただきます。こちらもですね、無料のカンパ制になってますね、皆様のお気持ちをいただく形です。なるほど。でもこっちも結構気軽に見に来ていただける感じなので、またね、ツイッターやらアメブロやらやってますので、そちらの方で情報をぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、メッセージ女子は2月20日にここ道玄坂 TV で爆笑エースっていう番組に出ます。ぜひ観覧にも来てください、お願いします。はい、私もちょっと出てきたりとかしてました。もう上がってるんで、ね、ます、ぜひチェックしてください。面白いと思います。はい、ということで、はい、告知終わりました。はい、じゃあタイトルコールいってもらいます。はい、せーの、道玄坂カフェ2015日本酒オフ会2月の会